<君>私は、日本国憲法が保障する豊かな人権の実現こそ、我々が取り組むべき喫緊の憲法問題であることを強調したいと思います。同性婚について、札幌高等裁判所が、恋愛や性愛は個人の尊重における重要な一要素であり、これに関わる性的指向は、生来備わる人としてのアイデンティティなのだから、 個人の尊重に関わる法令上の保護は、同性愛者も同様に享受されるべき重要な法的利益であり、憲法24条1項は、婚姻の自由、すなわち結婚するかどうか、いつ誰と結婚するかは、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきことを定めているのだから、同性間の婚姻も異性間の場合と同じ程度に保障されることを明らかにし、 同性婚を認めない現行民法及び戸籍法は、少なくとも現時点において立法裁量の範囲を超え、憲法24条、13条、14条に反するとした判決から、私たちは何を学ぶべきでしょうか。そこには、制定当時は想定されていなくとも、個人の尊重についての認識の明確な発展を背景に、 自由と人権の保障はすべての人に享受されなければならないという姿勢がありますそれは本来国会こそ持たなければならない姿勢ですこれだけ裁判所の意見判断が積み重なってなお極めて慎重な検討を要すると背を向け続け特定の家族間を人々に押し付け苦しめる政府与党に憲法改定を語る資格はありません 政府は人権侵害の苦しみを何だと思っているのか、5月1日、水俣病の公式確認68年目の儀礼式典当日、環境大臣と患者団体の懇談の最中に、被害者の発言が3分を超えるや、政府職員が話を遮り、マイクの音を切り、取り上げて、怒号が飛び交う事態になりました。国は、加害企業と並ぶ水俣病被害発生拡大の加害者であり、 患者救済の重い責任からどうしたって逃れることはできないのに、政府・与党にはその自覚さえないのではありませんか ?1 年前、政府・与党が押し通した改悪入管法の根底には、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に退去させるという、底深い外国人差別と排外主義があります。外国人の人のの権は在留制度の枠内で与えられてて、いるなどと言って 人間としての当然の権利を認めない時代錯誤に無反省のまま、選ばれる国になどなれるわけもありません。こんな人権行進国のままでいいはずがない。この声こそ正面から受け止め、憲法の実現に力を尽くすべきことを求め、意見といたします。